こんにちは。今日はね、ちょっとね銀だこを食べたいと思います。これからねちょっと銀だこ食べますんで、なんかねすごくねネットでも美味しいっていう評判なんでね、ぜひ銀だこをちょっと食べてみたいと思います。はい、あ、いっぱいお願いします。はい、はい、8個入ってね580円です。結構ね一個一個がね大きいですね。銀だこ8個で580円です。これが一番シンプルなね銀だこのねたこ焼きです。はい、じゃあこれからね食べていきたいと思います。一個一個がねすごく大きいんですよ。嘘ですよね。じゃあいただきます。いただきます。でね、こう割り箸でねサイドをねたっぷりかけてください。一箇所だけにかけるとねそこだけがねマヨネーズかかっちゃうんで、全体にかけた方がね美味しいですね。じゃあいただきます。こんな感じですね。でっかいでしょ。あ、美味しい。見てください、すごく大きな、ね、ジューシーな感じでタコが入ってますね。うん、めちゃめちゃ美味しいです。うん、あ、熱い。他のねタコ焼きとちょっと違いますね。使われてる素材がね、なんかすごくね、美味しいです。じゃあ、煮込みいきます。うん、見てください。びっちり詰まってますね。美味しいです。でっかいの入ってるでしょ。ほらね、このタコがね国産のタコが使われてるみたいで、なのでねすごく美味しいです。素材も全部ね国産です。だからね美味しいです。うん、美味しい。なのでね、結構リラックスして食べれますね。フードコートのとこに、あそこに、ね、銀だこがあるんですよ。向こうの方ですからね。はい、ではいただきます。うん、熱々です。うまいな。うん、おいしい、おいしい。また銀だこがね特殊な鰹節みたいで、この鰹節がねすごくおいしいんですよね。うん、おいしい。最後ね、最後の1個になりました。こちらね、青のりとね、かつお節はね、特殊なものを使われてるみたいでね、青のりとかつお節、銀だこのね、青のりとかつお節は特に美味しいです。じゃあ最後に、皆さんもよかったら行かれたらいかがでしょうか。いただきます。最後。うん。
で最後ですね、これね、全部をつけるのがいいんですよ。これがね、銀だこの食べ方です。これがまた美味しいんですよ、最後ね、こう全部こう集めてね。美味しい。 いや、たこ焼きと焼きそばやめられないですね。めちゃくちゃ美味しい。完食しました。こんな大きいのがね、8個入ってね、580円は安いですよね。それでは皆さんも銀だこよかったらおやつ代わりに食べられたらいかがでしょうかね。それではね、食レポやっていきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。それではごちそうさまでした。 ありがとうございました。